漢方納得相談です。漢方とはどういうものか、そして漢方薬についてお伝えしていきます。はい、紹介してくださるのは一心堂薬局の小木秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小木さん、今日はどんなお話でしょうか。はい、今日はですね、泌尿器の疾患についてお話しさせていただきたいと思います。泌尿器の疾患、はい、何か思い当たる節はございますかね。私は至って健康で特に私はちょっと気になりますね。なかったの。前、尿管結石になったことがありまして。痛そうやな。ちょっと先生に詳しくお伺いしてみたいなと思います。いや、その、はい、どんな疾患があるのかを教えていきますか。はい、ちょっとまとめたものがご覧ありますのでご覧いただきたいんですが、泌尿器と言いますとですね、まず男性特有のですね、前立腺肥大症、あとその膀胱炎、で尿路結石ですよね、あとその尿漏れ、尿失禁、あと尿道炎、こういうふうな疾患が漢方でもご相談の多い泌尿器の疾患なんですね。尿路結石出てきましたよ。はい、出てきましたね。出てきましたよ。尿管結石と尿路結石って同じなんですか。まあ、基本的には同じと考えていいんですけども、尿管結石では尿管にこう、結石がこうできると、で、要は尿路結石というのは尿路全体的な形を意味するなんていうふうな形で言われる方もいらっしゃいますけども、集合では全体集合と部分集合みたいな、そんな感じで捉えていただければ。さっきほど出ましたけど、こう前立腺肥大、これはなんかこう男性と、特有というか、そういうイメージがあるんですけども、それはどうなんですか。そうですね、その通りなんです。加齢に伴って、女性にも更年期があるように、男性の更年期の一種だなんていうふうなことも言われるんですね。なるほど。尿道の脇のこの、くるみ状のこの前立腺というのが、ホルモンのバランスの崩れによって肥大してくると、大きくなってくる、これが前立腺肥大症というふうなんですね。なるほど。はい、でそれは、どんな症状か、いろいろちょっと出てくるんですけども、こちらをご覧いただきたいんですけども、まず尿道を、どんどん大きくなることによって、圧迫しますから、まずトイレに行く回数が増えてくるんですね。であとその残尿感が常にあると、で夜間にもですね、トイレに何度もこう起きたくなっちゃう、行きたくなっちゃうんですよね。でやはりこう尿道を圧迫してますから、おしっこがちょろちょろしかこう出なかったり、勢いが出ないと表現する方もいらっしゃるんですね。なるほど。これ、回数が多いっていうのは、何回ぐらいから回数が多いっていうふうになるんですかね。そうですね、本来寝しなに、寝る前に行けば朝まで出ないっていうのがあれですけども、まずやはり2回以上行く方っていうのはやはり多いという。起きてしまうってことですか。起きてしまうという。なるほど。2回以上それはちょっとなかなか熟睡できないよね。そうですね。寝たと思ったらみたいなことになるからね。そうですね。そうか。いや、その前立腺肥大にならないために注意することってのは何かあるんですか。そうですね、やはり注意しなきゃいけないこととなりますと、やはりこう、先ほど言いましたように、こう体の基本的なそのバランスの崩れですから、崩れないようにするという分、崩れないようにするというのがやはり、ポイントですよね。常にこう体をこれも女性の更年期の方にするアドバイスと同じような形だと思います。なるほど。そして小木さん、もう一つ、尿路結石症についてもお話を伺いたいんですが、こちらの主な原因は何ですか。この尿路結石はですね、本来こう体の中に石があって、それが詰まるわけではないわけですよね。体の中でこう石みたいなものができるわけです。なるほど。じゃあなんでこうできるのかと言いますと、やはりよく言われるのがコレステロールだとか、そういうふうな部分が石灰化を起こして石みたいになってですね、それが尿路において、要は炎症を起こすわけですね。刺さったりとかですね、引っかかったりとか、それでいろんなその症状が出てきてしまう。どんな症状が起きるんですか。こういうふうなですね、症状が出てくるというふうに言われてるんですね。例えば初期および軽度の場合ですと、下腹部に、鋭い痛み、チクチクというですね、痛み、そして下腹部の不快感、こういうふうなものが初期軽度の場合は出てくると、で重度になってきますとですね、強い腹痛が起こってくるんですね。であとその、吐き気だとか、して炎症を起こしたりなんか傷をつけたりなんかしますから、血尿が出てきたり、であと、冷や汗が出てきたりというような場合もこの重度の場合起こってくると、ありました。ありました。もう強い腹痛と吐き気、冷や汗、全部全部当てはまったんですね。もうね、
多いって思ってます ね、まあ、なので習いた方も本当大変だって言いますよ、本当に。じゃ女性もかかるんですね、はい、男性だけじゃなくて女性にもなるだって、はい、そうです。気をつけていかなければいけません。はい、それでは尿路結石症の方の症例と改善例お願いします。はい、はい、了解しました。まずこちらがその方の症例なんですけども、はい、まずこの方以前もですね 2,3 回なったことがあるということ で以前はこの激しく痛んで血尿が出たこともあってですね、入院したご経験もある方なんですね。でご相談いただいた時 その、まあ、自覚症状としましてはですね、腰の上あたりが、まあ鋭くこう痛んでしまうと。あと、腰の上のあたり同じ部分がですね重く不快な感じがする。でおしっこをするときは多少痛むって言うんですね、うんうん、であとサブ的な部分としまして膀胱炎になりやすかったり、うん、してあとコレステロール値がやはり高いんですね。はい、で病院の方からはコレステロールのお薬だとか尿路結石のお薬をいただいてますという方の症例なんです、うん、なるほど、はい、おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらのチョレイトというお薬、こちらをまあ服用していただいたんですね、うんうん、でこの、抗生生薬というのは今下に出ます5つの抗生生薬でできた処方なんです、うん、あともう一つですねお茶代わりにですね飲んでいただいたのがこちらの裏ジロガシなんですね。裏ジロガシ、はい、まあ、この葉っぱを煎じてお茶みたいな形にしてですね、うん、お茶代わりに飲むと。ここにね今日お聞きいただいたんですけど、本当にあれですね、お茶の、はい、うん、まあ、いわゆる裏が白いカシの木、まあ、ブナ科のやつですけど、うん、こう乾燥させて枝と一緒に煎じて、はい、これが効くんですか。これが効くんです、まあ血石を溶かすということで、はい、それで病院のお薬の中でも、ウルカロンという、お薬があるんですが、うんうんうん、名前もちょっと似てますけども、うん、ウルカロン その成分がこのウラジロガシなんですね。これを、この中のエキスを錠剤にしてっていうのがウルカロン。なるほど、はい、そしてはい、どのように改善をしていったかをお伺いしていきたいんですけれども、はいはい、了解しました。まず2週間経った時点でのコメントがですね、まず病院のお薬も併用しているんですけども、痛みがなくなってきて、お小水に血が混じることがなくなってきましたと、うんうんうん、で1ヶ月半経った時点ではですね、痛みもなくなってきまして、調子の方がいいと、うん、で3ヶ月経過した時点ではですね、寒い日にはこう冷えると違和感があるんですけども、特に問題はありません。で5ヶ月経過した時点なんですけども、精神的にもこう楽になってですね、体調の方は、大変いいというふうなことをおっしゃられている方の症例なんですね。はい、気をつけましょう。はい、ね、悶絶しますか。悶絶しますよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した漢方薬は症状や体質に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状を体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入口前です。立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前、川口店は本町通り筋向かいマンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいとなっています。漢方納得相談では小木先生に聞いてみたいことや漢方に関する質問をお待ちしております。はい、ております。そして今月のお茶は純粋生姜松をご紹介させていただいておりますが、こいつは、はい、現物を、はい、大きさ分かんないだろうからねこれぐらいの大きさです。わで、この前かな、はい、飲ませてもらって、そうですね、いやすっごい温まるね。そうですね、ポカポカになりましたね。ポカポカになると思います。本当少量でお湯溶かしただけで温まりましたもんね。そうですね、はい、
でやはりあの普通の生姜と違いましてですね、まあ、あの薬の原料、まあ、煎じ薬を作る原料の、はい、まあ、薬用の生姜松なんで、うん、やはり温める作用というのは非常に強いんですね。そうですね、はい、これから、ね、年末の準備で、ね、お母さんたち台所立って水仕事で寒かったりするじゃないですか、はい、こういう時には、ね、こういうので温まってくださいね。ありがとうございます。あ、大井さん今年最後ですね。そうですね、お1年お世話になりました。こちらこそありがとうございました。石井の大井さん、来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。